吉田さん、いいっすね、やっぱりね、親父に車。うん、やっぱり似たようなところがあって、私もね、隠居暮らししても6年目になるわけですけども、ずっとね、親父とあとおふくろ、ね、両親にはそれぞれ、それは車のローンと維持費が楽に払えるからずっと小遣いやってるんですよ。で、まあ今回はね、オンという形でメッセージを送りたいんですけども、子供を育てながらね、分かることがあるんですが、まあ私、大和くんにね、毎月15万から20万ぐらいかかってるんですよ。まあスクールの費用が10万とかね、その他飲食代とかかかったりとかで、その他家庭で一緒に楽しんだり教育するためとか一緒に過ごすための費用がやっぱり5万から10万ぐらいかかるんで、まあね、手取り14万お前が終わってんだよみたいなシリーズありましたけども、手取り14万だと、いや本当にこれはできなかったなと思います。で、子供がそうやって毎月ね、15万から20万かかる中で、同じとは言いませんけども、あ、このぐらい俺もかかってたんだろうなっていうふうに考えることができるんですよ。まあ私がね、一番お金かかったのは、まあ、大学生活だったと思いますけど、授業料も結構高い中で、あとあれですよね、一人住まいもさせてもらいましたしね、その上で小遣いも送ってもらってたんで、どうしようもないバブル息子だったと思いますけどもね。でもそうしてる間に結構ね、厳しい実家暮らしがあったんだろうなっていうふうに考えるんですよ。とてもじゃないけども、50代、当時ね、私の両親は50代だったと思うんですけども、50代を過ごしながら、まあ余裕な人生ってわけではなくて、普通のサラリーマンですからね。で、苦しい中で子供にずっとね、私にね、いろいろと最大限の投資をしてくれたというところは、苦しいけれども喜びだったのかなと思うんですよね。まあ私もね、支払いが苦しいってことははっきり言ってないんですけども、まあ自分の子供に思ってることをやってあげれてるなっていうところありますね。と同時に、自分の両親にも思ってることはやってあげてるなと思うんですよ。まあそれがだから、まあ私なりの恩なのかなっていうところですよね。まあ恩っていうのはどういう意味があるのか分かりませんけども、まあ上にね、口って書くんですよね、漢字は。またいつもの漢字のレッスンになりますけども、口っていうのは人の頭とか人のこう声とかを表してるらしいんですけども、そこに大きな声、大きな口っていうところで、そこに心があるんですよね。下に心がついてる。だから心で思うことを精一杯やっているっていうふうに解釈すればいいのかなと。まあ本当のところは分かんないですけど、私は想像するんですよ。まあ、ですんで、心に思ってるんだけども、お金がなかったり時間の余裕がなかったり、それからそういうふうなね、どんなことをすればいいんだろうっていう発想がなかったりして、恩が返せないっていう状況が、まあ、すごくじくじたる思いを抱えていくことなのかなと思うんですよ。まさに親がね、死んだ後で小遣いもあげられないですし、車も買ってあげられないし、一緒にね、飯を食いに行ったりとか旅をしたりとかね、自分の家族と過ごす時間を両親と持とうと思ってもできませんし、それから私の場合はね、自分の子供が20代とか30代になったら、私はいなくなる確率が高いなと思ってるんですよ。そのぐらいの年齢差ですからね。そう思ったら、我が子と語り合う時間は多分あんまり残されてないんだろうなと思うんですよ。当然ですけども、10代や20代になってくると親は他人みたいなものになっちゃいますからね。それからぐるっと世界を回って、ちょっと一息ついてね、自分の親は何考えてるのかなっていうふうに戻ってきてくれるのが30代後半から40代って考えると、その頃私はいないのかなと思うとね、まあ今2歳の子供を育てながらもうすでに寂しい思いがするんですよね。まあだからこそできることはやっておきたいし、思いついたことは躊躇なくやっておきたいと。だから部屋の中にね、ボールプール今あるんですけども、ね、前もお話ししましたけども、これもボールプールやったらどうなるのかなと思ってやるとかね。この前にはジャングルジムがありましたからね、部屋の中に。それから今アンパンマンがね、好きで、アンパンマンのね、ぬいぐるみね、一通り買ってあげてるんですけども、やっぱりその都度その都度すぐ飽きるんですけども、楽しんでくれたりとか、まあプラレールにしてもトミカにしても、もうこれ以上買えないぐらい、もう全種類と言ってもいいぐらい
買ってですね、それはなんか2、30万かかるわけですけども、まあでもね、お金を払う苦しみってやっぱこの喜びなんですよね。それを使ってくれてるっていうのがすごい喜びですね。なんか苦痛が喜びみたいな感じですね。苦痛ではないんだけども、でもまあ毎月毎月ね、両親にお金を包んで、で渡す瞬間、ちょっと少ないけど気持ちだからとか言ってね、そんなこと思ってないんですよ。思ってない、気持ちだからみたいなね、ちょっともう謙遜して、いや俺すごいことやってるだろうと思いながらも、いや少ないけどこれ気持ちだけみたいなね。でもね、やっぱこう自分が育てられたこととかを考えると、まあ、親の義務だろうって言えばそれまでなんですけども、まあでもね、自分の子供だろうが親だろうが他人だろうが何かをするっていうのはやっぱりね、大変ですよ。それこそね、多くの方が世の中に貢献してますっていう風な言い方をしたりね、10年間20年間この業界で社会に貢献してるんだよっていう風な言い方しますけども、違うだろうと。貢献してるんじゃなくて、お前が貢献されてるんだよって。なぜなら職場というものを与えられて、仕事作業っていうものを準備してもらって、お金までもらってるでしょうと。で、自分から見える部分で自分の提供したサービスや商品が人の役に立ってるっていうふうにしか見えないけども、その人はそのサービスを購入するためにどこかで働いてきたお金をあなたに払ってるんでしょっていうことを考えると、なんかね、捉え方はだいぶ変わってきたというかね、いろんな角度から考えられるようになりましたね。本来は最初からこんな考え方ってあるのかもしれませんけども、私はそれに気づくのが遅れたんで、今本当にね、人生をこう噛み締めながら生きてるなと、踏み締めながら生きてるなと思いますね。一歩一歩これなんだろうなと。それから今まで何ができたかな、これから何をするべきかなって考えると、まあ手遅れなこともあるんですけども、まだまだ十分打てる手はあるなと思いますね。でもその最低限ね、時間とお金の自由があるからできるってところはある。これは変わらない事実ですね。もちろんお金も時間もない中で、できる限りのことをするところにも愛情はあるんでしょうけども、ただね、悔しくはないです。私はね、あ、思いついたことはできるなとかね、思いついたことは本当にやれるなと今思ってますね。だからビジネスが私を自由にしてくれた、で、自由っていうのは恩っていうものを心の中に温めるだけじゃなくて、感じるたんびにリリースできるんですよね。どん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 発信できると。で、私もずいぶん前から、それこそ20代の頃から見栄を張ってやってることがあるんですけども、それはね、飲食店に行った時とかよく出るんですけども、気に入ったなと思ったらね、ドリンク一杯とかね、あとサイドメニュー一皿とか、もう一皿もう一皿無理に注文するんですよ。まあそれがだからお店に対してのチップであり恩返しなんですよね。で、一番最初に行った時ってなるべく一番高いものを注文して、多分一番高いものってめったにその店でオーダーが出ないと思うんですよ。で、そのオーダーをすると印象にも残るし、ちょっとね、こう違う気持ちで作ってくれると思うんですよ。おー、久々にこれ出るなみたいな感じでね。で、私の方もお店のこのソウルをね、魂を感じることができるし、あ、これがこの店で最高のメニューなんだとしたら他のメニューも期待できるよね、だったりね、え、最高のメニューなのにこれかよと、だったらちょっと他の細かいメニューはもう見るまでもないかなっていうふうに判断したりとかね、まあ、とにかくそのお店のね、マックスの状態を見させてもらうっていうこともしますよね。それによって私も常連になっていくのか、さらに、あ、すごく感動した、だからワイン1本頼もうかなとか、ボトルを置かしてもらおうかなとかね、そんな感じになりますよね。特にシェフとかが近いところだったら、今日めちゃくちゃ美味しかったです、これよく出るんですかみたいな感じで聞いてね、いや3日に1食くらいなんで、だから1ヶ月でね10食くらいしか作んないですねって言ったら、あ、じゃあ僕10人のうちの1人ですねみたいな。で、一緒に来てくれた彼女とかに、彼女と一緒に食べたくてこれ頼んだんですけど、本当に記念になりましたと、これバースデーとかで特別メニューとかオーダーしていいですか、例えば2人で予算5万とかでワイン付きのちょっと2時間ぐらいのコースなんですけど、そういうのは別料金で作らせてもらいますんで、好きな食材とか出したい雰囲気とか教えてくださいみたいなね、さあ個人的な付き合いが始まるみたいなきっかけ作りをして、自分のねじろを広げていくわけですよね。で、私が今住んでる町でもそうやって見ず知らずの人と恩というものでね、つながっていく、変わっていくってことを
まあ、この5年6年やってきたわけなんですけども、残念ながらね、なくなってしまう店もその中で多かったりとかするんですよね。まあでも個人としての付き合いは続きますんでね、それが私のまあ恩から来る財産かなというところでございます。こうやって他人でもちょっとしたきっかけと感じる恩によってつながることができる中で、生まれてこの方は最も強く結びついている、まあ、家族っていう単位はね、恩という言葉じゃ足りないぐらいなんか融合した一体感が感じられるなと、まあ、私はねそういうふうに感じれるようになっただけなんか良かったかなと思います。でその前提として繰り返し申し上げますけども、お金から来る時間の自由、これが大きかったかなと、月末の支払いに頭痛めてるだとこういう暮らしを整うじゃないと送れないですし、人のことより自分で精一杯とかね、そしてこうなっちゃうんですよ。なんで社会は俺に対して冷たいんだと思っちゃうんですよね、でも逆なんですよ。自分は社会に対してなんで冷たいんだっていう、そういうふうに今こう目線をね変えることができるかなってところです。俺は一体誰に何をしたんだ、社会に何をしたんだ、ね、なのに社会は政治は世間は私に冷たいというふうに思ってないかと、これがまさに被害妄想ということで、恩のかけらもない思考なのかなと思います。もちろんそういう方を責めてるわけではなくて、いろんな瞬間があります。私にもそういうふうな一方的にやり込められてるっていうような被害妄想の瞬間ありました。まあそういう時にはね結構ね、その宗教がねよりどころになりましたね。私の場合は宗教とか宇宙人を地球に迎えようみたいなサークルとかね、さまざまそういうところでなんか面白さとかね、社会のいろんな側面、救われてる人がいることを知りました。だから腐るもんでもないなと思いますね。どんなに惨めな状況においても腐るもんじゃねえな。なんか今ロスジェレっていうのがありますけども、ロスジェレ同士で温め合えることもあるかなっていうのと、あとは自分がいかにね悲惨な目に遭ってるかっていうことをこう半ばね自虐的に自慢し合うね、俺はこんなひどい目に遭いました大会みたいなのが結構盛り上がったりして、ね、面白かったりするもんですね。はい、じゃあ今日は以上です。オン。